え、中日本自動車学校ってのはどちらにあるんですか？はい、岐阜県ですね。岐阜県、はい。え、活動的には何やってるんですか？学校としてはまずは自動車整備士の国家資格を取るというものを根幹にしまして、3級、2級自動車整備士、1級自動車整備士、あとは車体整備士の取得もすることができます。ナックって、はい、我々レースのモータースポーツの世界でたまにステッカー貼ってるんだよね。だから何かやってんだよね。そうですね、今土屋さんが言われた通り、このナックっていうロゴをレースの、よくあるね、サーキットとかでもしかすると見られた、ことがある方もいらっしゃるかなと思うんですけど、まあ、本学モータースポーツエンジニアリング学科というですね、モータースポーツ整備士の資格を取りながら、モータースポーツレースの勉強をしていくという学科がありまして、今日来ている鈴木も、モータースポーツエンジニアリング学科の、学生になるんですけれども、通常の授業、以外にですね、レースの活動で言いますと、スーパー GT であったりとか、D1 であったりとか、そういったプロのレーシングチームと提携をして、実際に学生がピットクルーとして、サーキットの現場でいろいろな、作業をさせていただくというような活動をしております。鈴木さんはなんで今日ここにいるの？一番優秀な生徒ですか？そうですね、学校が自信を持って、どの辺が鈴木さんは優秀なの？真面目真面目な顔してますよね。とても何かあることに対してしっかりと準備をして取り組むという姿勢がですね、すごく大したもんだね。しっかりとしているなという印象があります。鈴木さんはですね、実は去年行われた WRC ラリー4参戦のアヘッドジャパンレーシングチームにインターンのメカニックとして実際に参加されたりとかもして、もう大活躍の。どこのチームだよ？アヘッドジャパン、そこの今出てる写真の通り、ヒロキのところ、はい、新井さんの、はい、だから新井さんじゃないですか？あれ一番手前にいる、はい、嬉しいね。そうです。世界のさ、これレースにさ、ね、参加できるなんて誇りだね。そうだよね。でもちろん鈴木さんはその目指しているのは整備士さんなんですか？そうですね、僕は、まあ、一応学校の方では整備士の方をちゃんと資格を取るように勉強していってて、その後は、まあ、ディーラーさんであったりとかメーカーさんであったりとかがあるんですけど、僕は一応そのメーカーであったりとかに行きたいなと思ってます。メーカーのメカニックになるってことですか？はい、そうですね、開発とか研究チームって感じでやりたいなっていう感じで。そういうのに就職するんだ。いや、今の専門学校生、めっちゃ優秀。あ、そうですか。うちはその ARTA っていう鈴木アグリのチーム、ね、そこで2人とも六本木で飲んでるんでしょ？余計なこと言わない。そういうチームじゃないですか。そこでうちはもう10年ぐらい前からガラッと入れ替えてるの、エンジニアを、うんうん、エンジニアって大体1台につき4人いるの。あ、そうなんですか。そう、システムエンジニアからいろんなこうエンジニア、もうレースをまとめる、あとは戦略を考える、うんうん、今現状で今何番手走っててっていういろんなことを考えるエンジニアがいるんだけど、うちはもう鈴木アグリが全員若いやつ。どう違うんですか？あのね、今の方と前の方とか、年寄りは頭が固まっちゃってる、うん、で、うん、今ってものすごい難しいの、レースの戦略が、もう本当にセーフティーカーが入る、 FCY が入るって、まあ、難しい用語ばっかり入っちゃうんだけど、うん、そういうのをもう年寄りのエンジニアって、うん、もう車を作ることだけにやってきたから、うん、こういう子たちがいろんなことを考えていろんなエンジニアがいるから、うん、そういう若い子を使った方がものすごいシステマチック。なるほどね。そういうことか。もううちのエンジニアみんな若いよ。はい、今から原動機の授業を学科で受けに行きます。まあ、内容としてはジーゼルなんですけど、結構難しいので、まあちゃんと追いつけるように頑張っていきたいと思います。これ今何やってるんですか？ここだともう今エンジンの授業で、これを学んでおかないと整備士2級がもう本当に難しくて取れないって感じ で、結構中身もそのパッとした内容とかじゃなくてかなり踏み入った内容になってくるので、その整備する上で大事な原理とかを理解しておかないと修理もできなくなっちゃうので。基本的には男性が多いんですか？そうですね、その僕のクラスはもう男性が多いですね。3年課程、モータースポーツエンジニアリング学科に関しては3年課程。このように実際に FJ 車両を使って整備だったり、これ入るの結構大変なんですか？走らせる準備をしていくんですけど、その車が好きっていう思いがやはり一番難しいところがあるので頑張っていきたいと思います。
ほど今この授業で使っている車両があの、あこれね、はい、スタジオにある車がこれですね。ちゃんとサーキットで走れるように整備を最初から学んでいって、こんな原理になっているとかこんな構造になっているっていうのを自分たちで確認していって、でゆくゆくはちゃんとサーキットで走らせてドライバーさんともコミュニケーションを取りながらセットアップを進めていったりします。ドライバーも学生？ドライバーさんは一応その来ていただくって形になるんですけど、これ楽しいでしょう。いやもうすごい難しくて、まあ、全然まあでもね誰でもができるねあれじゃないから。そうだよね、やりがいはあるよね。今回はメルセデスベンツの技術講習会ということで、まあ、こんな感じで車も展示してもらって、向こうの方では故障診断とかの授業があって、まあ、なかなか見る機会がないので、すごいですね、ベンツ教材だよ。伸びていきたいなと思います、ね、こうやって車をその企業さんから持ってきていただいて、そしたらここで先進技術を軽く学ばせていただいて、そうですね、はい、そうか、ベンツの最新技術が分かるんですね。そうですね、教えてもらって、これは嬉しいね。そうですね、あのベンツだけではなくていろんなメーカーさんにやはり、まあ、各メーカーによってあの特徴が違うものですから、いろんなメーカーさんにいろんな車であったりとか最新の技術を学生に対して講義をしていただいて、面白い、はい、知識技術を深めていくという。鈴木さん、あれですか、例えばベンツ見て実際何が一番参考になりました？あ、そうです、あのベンツさんだとかなりその故障診断って言って故障を見つける機会があるんですけど、なんか他のメーカーとは違ってなんか独自のパッドを使ってて、なんか古いのから最新のまでかなり見れるようになってたので、そこはもう本当に進んでるんだなと思って。これって技術がどんどん進化してきたんですか。それに対してこちらも勉強していかなきゃいけない。そうですね、大変な仕事だね。これ追いつこうとしないとすぐ置いてかれてしまうので。いやー、ね、これ結構大変ですね。そうですね、技術をね。いやでもこの学校は大したもんだよ、うん、はい、あの大体普通の専門学校って、うん、古い車のそのディーゼルのエンジンとか、うん、昔の NA のエンジンをばらしたり組んだりっていうのが、まあ、こうやってメルセデスなんか持ってきてね、うん、その学生たちに先進技術を伝えていくっていうのはなかなかない。あ、そうですか。なかなかない、自動車の専門学校って日本にどのぐらいあるんですか。本学は短期大学ですね。あの、はい、専門学校とちょっと違ってですね、短期大学っていう学校になるので、全国で見ても本当に珍しい学校になります。どう違うんですか、専門学校と短期大学の違いは。大きく言うと車の整備の資格のための勉強だけではなくて、もっと幅広く勉強していくっていうところが、まあ、短期大学の一つの、まあ、専門学校との違いになってまして、まあ今さっき整備士の資格を取っていくっていう話をしたんですけれども、整備の知識技術だけではなくて、先ほどあのテリーさんが言われた先進技術のことであったりとか、車の材料学であったりとか、普通の車の整備だけではなくてもっと幅広い知識技術を身につけたりとか、あとは社会に出てから活躍できるようにっていうところで、車の授業だけではなくて経済学であったりとか英語の授業であったりとか CAD であったりとか、そういった車だけじゃなくて幅広い知識や技術を身につけていくことができるっていうのが短期大学の特徴に入ってます。なるほど、素晴らしいね。あれですか、例えば皆さん卒業していきますよね。ほとんどの方がやっぱりそういうところで就職できるんですか。そうですね、まあ、本学、まあ、車好きの学生たちの夢を叶えられる短期大学というところで、まあ、整備士になりたいという夢があれば整備士になれますし、鈴木君みたいに自動車のメーカーとかで開発設計、そういったものに携わりたいということであればそういった道を選ぶことができますし、レースの業界で活躍したいということであればレースメカニックとして活躍できるということで、就職先は本当に幅広く、車に関わるところであればほぼ全てのところに就職できる道があるんじゃないかなと思います。ほぼ全てだよ、すごいな。で、就職率もいいんですか。そうですね、就職率は今8年連続 100% ということで、まあ、この厳しい時代でも皆さんがしっかりと就職できるような体制が整っているような 100% ですよ。だから企業からの信頼が厚いんじゃない。そういうことですね、この大学は。確かに確かに。じゃないとね、 100% にはなんないでしょ、まあ、大変ですよね。いや大変大変、こうってなんか、まあねえ、ね、大変な仕事だから、ね、なかなかそのなんか続けてやっていくっていうのもね、
辛いこともあるだろうし。鈴木さんはここに入りたいというのはもう決まってるんですか？僕はまだいろいろ探したりして、そのお話を聞かせていただいたりして、うん、そこでいろいろ比較してみたりして、まあ、もうどん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 準備していく形になっちゃうんですけど、まだここに入りたいっていうのは詳しくは決まってないです。ちなみに悩めるっていうのはうちの学校の特徴でして、もう整備士とかもう選択肢が幅広すぎて、いつも学生たちがどうしようどうしようっていうのをいろいろ考えてその道を選んでいくっていうところが、なんかほら僕らが見るとね、トヨタとか日産とかホンダとかってあるけども、うん、実際問題トヨタさんですと例えば子会社でね、 IT 機械とかいっぱい作ってるじゃないですか、うん、そういうところで就職するんですか？そうですね、まあ本社の方のメーカーさんであったりでもあるんですけど、うん、その部品メーカーさんであったりとかもあって、なるほど、はい、そこに就職できるように頑張ったりするっていうのが、まあ、僕ら、うん、そうですね、今特にこの EV になったりするとまた違う分野も出てきますよね、うん、そういうところも就職する方も多いんですか？そうですね、今年の求人で言いますと、例えばテスラジャパンさんの整備士であったりというのも求人があったりとか、はいはい、テスラからも、はい、車っていう今までのものでも、電動化していくことによって新たな部品メーカーであったりとか、うん、そういったところが増えていくというところでは就職の幅がもっともっと、広がっているかなと感じますね。さあ今回はですね、中日本自動車短期大学 NAC の皆さんにお話を伺いましたけれども、テリーさんいかがでしたか？いや、なんかこういうね、鈴木さんみたいな人がいるっていうのは嬉しいですよね。ね、本当に若い人の方がね、まあ、車離れって言われてるけど、うん、全くそんなことはないなと思ってね、もうどんどんね世界で進出してほしいのと、うんうん、世界中でそれこそ日本の技術、実は韓国にしろ中国にも日本の技術者が向こうに、ね、流れていってるんですよ、うんうん、そういう意味で言うと、まあ、日本に、ね、こだわらずに僕は世界中に、ね、なんかチャレンジして日本 の, なんかこの優秀な技術をなんか、ね、広めてほしいなと思いますね、うん、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。車の話番組 YouTube では未公開映像や特別映像を公開しています。チャンネル登録お願いします。